いやもうこれは最高ですね。皆さんこんにちは、ジソウルゴブリだ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴドリームズマテオト Z のメカロボットです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2023年に発売された新しいレゴのレゴドリームズのセットです。ちなみにレゴドリームズは前々から気になってはいたんですけど、意外と値段が高くてなかなか買えなかったんですけど、コストコやこの前のトイザラスのセールで安く売られていましたので、今回レゴドリームズを買いました。ちなみに僕レゴドリームズについてはあんまりよくわかんないんですけど、この箱のデザインがなんか夢の中にいるような感じですごい面白いと思います。とりあえず一言言えるのは、このパッケージのロボットめちゃくちゃかっこいいですよね。箱の後ろはこんな感じです。こちらのレゴドリームズはまずこちらのベースを作って、この正面のこのロボットや、このようなロボットに組み替えることができます。こちらの定価は3080円で、ピース数は237ピースです。ではこちらのマテオト Z のメカロボットを組み立てます。はい、まずは一旦組み立てが終わりました。ちなみにここまでかかった時間は全部で30分くらいで完成しました。で、個人的に思ったのがこの Z のロボットが意外とでかかったです。で、あとはところどころにクリアパーツが使われていたり、あとはいつも使っているヒンジパーツが結構変わっているものになっていますので、これは結構面白いと思いました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。ちなみにシールのシートにはこちらのおまけのシールまで付いております。では完成させます。せーので。はい、完成。マテオト Z のメカロボットです。ちなみにシールは全部で3枚だったので、もうほんの1分もかかっていません。ちなみに残りのシールはこの余ったパーツに2枚貼っております。とりあえず個人的に思ったのがこのロボットなんですけど、素体の時点でめちゃくちゃかっこいいです。はい、このセットに付属するミニフィグは全部で2体で、こっちが主人公のマテオで、こちらはジェイデンです。はい、まずはこちらのマテオを見ましょう。はい、全体をぐるっと見ますと、このようになっております。マテオの右手には鉛筆型の槍がついていて、左側には砂時計がついていて、そしてベルトがついております。もうこれカラーリングの時点でもういかに主人公っていうのがもう一目でわかりますね。めちゃくちゃかっこいいです。はい、続いてはこちらがジェイデンです。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。このユニコーンのパジャマのデザインが結構好きです。ちなみにジェイデンは口元に矯正器具をつけております。そしてマテオとジェイデンの表情はリバーシブル仕様になっているので、はい、このように表情を変えることができます。マテオはニヤッとしていて、ジェイデンは眠っております。で、付属するベッドにジェイデンを乗せることで、はい、このようにベッドで寝ているジェイデンにすることができます。ちなみにベッドの造形なんですけど、初期のレゴマインクラフトのベッドとほぼほぼ一緒で、枕の部分が曲面パーツになっております。はい、続いてはこちらがレゴドリームズの敵のナイトメアモンスターです。ナイトメアモンスターってめっちゃ名前かっこいいですよね。あとこのモンスターの造形も個人的に結構かっこよくて好きです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。ではプリントパーツになっていて、なんかどっちかっていうと猫の目みたいな感じをしていますね。で、爪はライトグリーンが使われていて、なんかちょっとエイリアンみたいな感じですごい面白いなって思います。ちなみにこの突起の部分に先ほど寝ているジェイデンを乗せることができます。で、このまま尻尾で掴めば、はい、このようにナイトメアモンスターに連れて行かれるジェイデンを再現することができます。ちなみにドリームズの組み立て説明書はこのようになっていて、まあ、ジェイデンが寝ていてこんな感じで夢の世界について、ナイトメアモンスターが現れてこんな感じで連れて行かれるようになっております。このドリームズは造形だけじゃなくて、こんな感じで説明書も凝っているところがなかなか面白いと思います。はい、続いてはこちらの Z のメカロボットを見ましょう。これ先ほども言ったんですけど、このメカロボットの素体の時点でめちゃくちゃかっこいいです。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。ちなみに Z の本体はこの頭部です。この頭部はちなみに簡単に取り外すことができます。Z のメカロボットのカラーリングは白ベースになっていて、一部にクリアグリーンが使われていて、なかなか面白いと思います。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部および胴体です。まずこの胴体のこのシールのデザインがすごい面白いです。
面白いなって思います。なんかちょっとサイバーチックな感じがして結構好きです。で、上から見るとこのようになっていて、僕はこれめっちゃ好きなんですね。このパーツ、この部分がジョイントになっていて、まあこれは後にわかります。僕はこういうところすごい大好きです。で、腕についてはなんか肩アーマーとかなくて本当にシンプルな形になっていて、この腕のヒンジパーツが結構特殊になっていて、ピンで固定されていてこのように動いて、で、あとは簡単に取り外すことができます。拳についてはレゴ忍者号のロボットみたいな感じになっております。腰回りの造形も結構シンプルになっていて、足のヒンジパーツも腕と一緒のパーツが使われております。で、足についてはまあ腕と基本的にまあ一緒な感じですね。足の裏の造形はこのようになっていて、まあピンパーツとかそういうのはないですよね。はい僕だったら間違いなく入れます。はい、こちらの Z のメカロボットの可動範囲について説明します。まず頭部がこのように回転して、続いて腕がこのように一回転して、このように広げることができます。で、あとは腕のこの部分がピンパーツになっていて、このようにグリグリと動くのと、で、あとは拳もピンパーツでこのように回転します。で、あとは指がこのように動かせることができます。ちなみに指は全部で3本です。で、あとは腰がこのようにピンになっているので、このように1回転して、で、あとは足は腕と一緒でこのように動かすことができます。このように広げたり、ここ1回転させることもできます。足首がボールジョイントになってますので、このようにグリグリと動かせることができます。はい、可動範囲を生かしてこのようなポーズを取らせることができます。で、あとはこのメカロボットの安定性すごいありますので、このような片足立ちも問題なくいけます。これは結構優秀だと思います。はい、では今から残りのパーツを使って2つの形態に組み替えたいと思います。まずは上から作って、その後下を作りたいと思います。はい、まずはこちらの形態が完成しました。武器持たせたらめちゃくちゃかっこいいですよね。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で5分くらいで完成しました。武器のライフルもロボットのカラーリングに合わせていますので、統一感があってすごいいいと思います。そして付属品なんですけど、これがマガジンで、これがマットなんですけど、この2つは何でしょうね。説明書にはどこかに取り付けたりする指示がなかったので、これはちょっとまあ謎ですね。はいでは近くで見ましょう。まず背中の部分にキャノン砲がつきました。根元がボールジョイントになってますので、このように動いて、であとはこの部分がヒンジになってますので、このように動かせることができます。であとはこの黒い部分にミニフィグを座らせることができます。はい、座らせるとこのようになります。で、ここからミサイルを発射させます。ではこちらの銃を見ましょう。ちなみに銃につきましてはテクニックパーツが使われていて、あとはグリーンのクリアパーツが使われております。これは発射しているというよりかはなんか拳銃みたいに見えますね。これはいわゆるライフルとかじゃなくてマシンガンなんじゃないかなって思います。ちなみに武器はどのように取り付けてるのかというと、拳のこのピンパーツに銃のこのパーツを取り付けます。はい、これで持たせることができます。ちなみに保持力はとても安定しております。はい、武器を持たせてこのようなポーズを取らせることができます。ちなみに武器を持ったままでもこのように安定します。では続いてはこちらのジェットパックの形態に組み替えます。はい、完成しました。いや、もうこれは最高ですね。いや、僕このジェットパック形態がめちゃくちゃ好きです。何が好きかっていうと、頭部ですね。この頭部をこういう感じでつけるところがめっちゃ好きなんですよね。ちなみにこちらの組み立ては5分もかかってません。もう一番変わったところはこれですね。頭部がこのようになったのと、あとは左腕にシューターがついていて、で、背中にジェットパックがついております。近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の目のパーツはこのようになっていて、めちゃくちゃサイバー感が増しましたね。かっこいいです。そして背面のジェットパックはこのようになっていて、ジェットからこのようにスライムが飛び散っております。そして左腕のシューターはこのようになっていて、結構割とシンプルな形になっております。このジェットパック形態はめちゃくちゃかっこよくてすごい好きなんですけど、実はこれ唯一残念なところがあって、そう、これ頭部が動かないんですよね。頭部はヒンジでこのように固定されますので、これ頭部が動かないんですよね。まあこれはギミックの都合上仕方ないんですけど、まあ個人的にはやっぱ頭部はちょっと動かして欲しかったなって思います。はい、スタンドパーツとかはないんですけど、このようにジェットパックで空を飛んでるシーンを再現することができます。いや、これレゴドリームズめっちゃ面白いですね。これは他の作品を作るのもすごい楽しみです。はい、レゴドリームズマテオとZのメカロボットはこんな感じです。はい、ということでレゴドリームズマテオとZのメカロボットを組み立ててレビューしてみました。まずはっきり言いますけど、レゴドリームズシリーズは個人的にめちゃくちゃいいシリーズだと思いました。まずこのメカスーツ自体がすごいよく作られていて、中に結構珍しいパーツや新
パーツが入っていますので、すごく面白いと思いました。であとはすごいと思ったのが、この箱のロボットからパーツを組み替えて違うロボにすることができますので、ロボの雰囲気やかっこよさが全く違うところがとても面白いと思いました。これは変形合体するレゴロボットを作る僕にとってはなかなか面白いと思いました。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。